あんまり詳しく話聞けなかったから今聞いてもいい？うん？ズバリミクさん、25歳の目標は？それと26歳に向けての抱負と27歳に向けての野望なんかも教えてもらっていいですか？いや、そんな3年分一気に聞かないでもらっていいですか？あ、これ1年ずつ聞かれるパターンか。ここは思い切って。そうですね、素敵な100歳になっていたいなと思っています。なるほど。では101歳の展望を聞かせてもらってもいいですか？終わりがないやつだったか。ピクシスの夜空の下でミーティング。はい、皆さんこんばんは。ピクシスの豊田舞です。ピクシスの伊藤美久です。この番組はピクシスです。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。毎週水曜日はリスナーの皆さんからのメールを読んでいきます。はい、じゃあちょっとミクの誕生日スペシャルメールたくさん読んじゃおうかな。 ありがとうございます。ラジオネームムッキーさんから、ミクマシこんばんは。こんばんは。ミク、25歳の誕生日、そしてアーティストデビューから5周年おめでとうございます。ありがとうございます。サプライズでデカレッドが登場したあのリリーベの日から5年経ったと考えると、早いような長いような不思議な気持ちになります。この5年では大人っぽくなったりなど成長した部分もありますが、ファンに寄り添ってくれるなどの部分は今も変わらずでいてくれて、ファンの一人としてとても嬉しく思います。なので自分も変わらず応援していきたいと思います。だって。ありがとうございます。そっか、20歳でアーティストデビューしてるんだもんね。そう、ソロデビューしてて、そうなんですよ。だから本当にその記念日とも被ってるから、そうだ、誕生日がデビューなもんね。そう、いろいろなお祝いをねしていただいているところでございます。懐かしい。私これ見た気がする。いたっけ。いた気もするし、いなかった気もする。気もするよね。けど、でもなんかミクのアーティストデビュー発表日はいた気がする。うん。なぜなら、うん。一緒にイベントやってた。昼の部、夜の部で分かるんだっけ。はい。昼の部で一緒にイベントやってたからですか、ね。だからか。そうです。いや、めでたいね、でもね。めでて、ありがとうございます。さあ、サナリーさんから、ミクもしこんばんは。こんばんは。ミク誕生日&ソロアーティストデビュー5周年おめでとうございます。ありがとうございます。声優アーティスト、そして女性としてもどんどん魅力的になっていくミクから目が離せません。美味しいものをたくさん食べて、これからも素敵な女性でいてください。ミクとピクシスにとって素敵な1年になりますように、そして写真集の発売も楽しみにしています。ありがとうございます。嬉しいですね。女性としてもどんどん魅力的になっていってたって。煽ってるやん、なんか。いじってるやん。いじってないよ。私は大人っぽくなってるんです、こう見えても。え、変ポーズ。前習いの一番最初の人しかやんないよ、このポーズ。私だって努力してるもん。声ガラガラだけど。今、発した言葉がガラガラすぎてびっくりしたけど。今、声は。自分でもね、思わずガラガラでびっくりしたけどね。久々に大きい声出したらガラガラだったけど。久々に大きい声出した。私だって努力したもん。可愛くね。可愛くなるために。綺麗になりましたよ、本当に。頑張りました。うん、さあ、続いて、ピクミンネームシルバーさんから、ミクさん、萌えさん、こんばんは。こんばんは。ミクさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。毎日写真集シアーのオフショットの投稿にドキドキしています。どのミクさんも可愛くて美しくて発売日が待ち遠しいです。これからも体に気をつけつつ、声優、歌手のお仕事頑張ってください。ありがとうございます。お二人の活躍も楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、発売日は12月。12月か。になりまして、ちょっとね、うん、まあ、まだ、あと2ヶ月ほど、まあまあまあ、あるはあるんですが、ちょっとお待たせはするんですが、うんうん、頑張って鋭意制作中でありまして。まあでも年内ですからね。そうです。あっという間よ。公式のね、うん、そう、ツイッターのアカウントがあって、そこでオフショットがね、バンバン出されてるんで。ね、すごいよね、毎日、今更新されてるもんね、ほぼ。話題になっております。ほっ自ら。こちらのアカウント話題になっております。話題になっておりますか？服を着てます。そういう話題？あ、服を着てないんじゃないか？服を着てないんじゃないかっていう話題になってたから。そっちの話題になってた。そうそうそう。服着てるから。あ、そっちの話題ですか？そうだ
よ。でもこれ写真集あるある、私の時もそうだけど、着てますか着てるか着てないか問題毎回出るんだから。やっぱ出るんだ写真集って。つきものだから写真集って。コメント見てさ、写真、うん、服着てませんよねってなってて、どう見たら服着てないになんねんって。それは言っとこう。あのね、25歳のミクは言いたいことを言っていくという大人になるんです。あの、服着てます。皆さん勘違いしてない。みんな服着てるからね。勘違いすんのはやめて、本当に。そうす。いや、確かに着てないじゃないねん。着てるやろ。着てるやろ、どう見たって。うちの伊藤は服着てます。つまんない。上に、ちょっとでもそれは確かに、こう見たら全裸すな。いや、こうやって見たら確かに着てないよ。確かに、こう見たら全裸に見える写真もオフショットの中にあるけど、こう見たらちゃんと着そうよ。ちゃんと目を見開いてみてみんな。こうやって見たら、ちゃんとなんか被さってるから、ちゃんと。そうよ、そう言いたいことは言ってこう。そう、着てんのよ。大事大事。そう、どうそう。ちょっと驚いたんよ、そのコメント。全裸じゃないのよ、それは。そういう、なんか、ツイッター。ターのあれに驚いちゃったのね。言われてみればじゃないの。ちゃんこさん。言われてみればじゃないのよ。私はこういう時伊藤美子を守る側に走るから。私こう見えて守る側に走るから。着てねえって。煽らないから。着てます。これは着てないんじゃないか。うちの伊藤美子は着てます。服を着てるんで。安心してください。安心してお買い上げください。服着てないなら買えないって思った人がいるかもしれないから。逆にね。そう。逆にそういう確かに。だから買えないよって思った人が恥ずかしいっていう人がいるかもしれないけどね。ピュアな人がいるかもしれないから、うん、ちゃんと着て安心してお買い上げくださいと申し上げます。 そうね、そこはちゃんと訂正したいね。はい、はい、今日は以上になります。引き続き私たちへの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでピンキーアンサー。ピクシスの夜空の下でミーティング、してきました。ピクミエンディングです。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーでのお便りお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第530回目の放送いかがでしたでしょうか。いや、ありがとうございます。お祝いもしていただきましてね。そうですね、素敵なねメッセージもたくさんありまして、いや本当にまだね明確なその25歳のあれが決まってないんですよ、目標が。でも個人的な言ってたじゃん。え、脳が言える女になるって。そうだ言ってた。私は、うん、ちゃんともう、うん、イエスマンじゃなくなる宣言をしたんです、うん、伊藤いいなりさんだったから今までは。そう、いいなりはやめる。そう、いいなりはやめるって宣言してたじゃん。そう、あの日私に。そうだったわ。思い出して。あの日ね。あの日の自分を。あの日の私。そう、宣言してた伊藤美子を思い出して。そうだったわ。つなぎを着てました。25歳は自分のね、はい、思いを、ね。思いを全力でぶつける熱い女になります。素敵。いいよ、はい、そんな美子も好き。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌と伊藤美子でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。